令和の虎、オールオアナッシング。第2期令虎ビジネスアカデミー受講生募集中、詳しくは概要欄から。失礼します。失礼します。おー、久しぶりっすね。いやこちら君、こちら。はい、というサプライズ。そんなサプライズじゃない、サプライズじゃない。そんなサプライズでもない。俺、秘密の企画ってそういうの。そうなんですよ。痩せたのかな。本当ですか。減量中。痩せましたよね。すごい痩せましたよ。ですよね。あさって試合なので。はい。何を目指してるんですか。もうあさって勝つと世界ランキング7位になる。ムエタイです。ムエタイ。やば。すごい。はい、すごい。で、なんと令和の虎のトランクスを作ってくれた。ああ、うん、はい、それはなんでちょっと、いや、それは、あとレフリーシャツもちょっと武田塾さんも作って、令和の虎ってレフリーシャツに入れて、はいはいはい、それを明日 YouTube でずっと。いやー、もうそれはありがとうございます。実は今日ね、収録に来る虎の中で安藤さんと共演したことがあるのこのお二人だけなんですよ。なのでお二人をちょっと今日呼んだ。そういうことです、ね、そうなんです。実はね、昨日も同じようなサプライズがありまして、はい、昨日林さんと桑田さんと平井さんが座ってて小林さん来たんですよ。へえ、はい、なるほど、はい、で小林さんはまだちょっとね、もうちょっと待ってくださいって言われたんですけど、今一回リスタートしてるじゃないですか。でご自身またゼロから始めて、でもうちょっとでって言って、でみんなですごいいじって、そんなもん金出さっていいんだよみたいなわけのわからない話になりましたけど、ちょっと二人からぜひ久しぶりなんで安藤さんにいろいろ。いやいや、日本帰ってこれたんですね。やっとですね。え、いつ帰ってこられたんですか。今日です。え、嘘、はい、今朝。お、はい、え、どんくらいぶりですか。1年9ヶ月ぶり。いやすごいです。すごいですね。初めてですね、ここまで日本に帰ってこなかったのは。ずっとタイ、はい、どうでしたこの、この2年ぐらい会社とかどうでした。ね、まあ業績はおかげさまでっていうところで、で逆にそうなんですね、業績は逆に良かったので、本当レオの虎出て本当に岩井氏がの上げ金のおかげでちょっとお金ちょっとなくなってんじゃないかなと思うよ。逆だったんですね。逆です。逆だったって言うんですけど、まあもともとそのまあなんかちょっと手堅い業態だったので、まあ、ただ今そのちょうど逆にその9月ぐらいから恒大ショックって中国の不動産、ありましたね。あっちの方が不動産業がちょっとやばくて、まあ、そこはちょっと若干仕込みはしてるみたいなところなんですけど、まだ全然別にそこまで大きな業績悪化はなく、逆にコロナの影響があって会社もなんか暇ですることないから獲得してるかなってことですそういうわけじゃないの。すいません、コロナの影響で日本にふらふら遊びに来れない分、多分集中して仕事したら、いい結果が出たってことかもしれないですね。なるほどで、もう世界ランカーになりそうなんですよ。今どんくらいなんですか。今次が、6戦目ほうですね。意味がわからないね。だから今回の桑田社長もキックボクシングやられてるって噂を聞いたんで。趣味でしょ。だから今回からちょっと桑田社長となんかリングの上で虎対決できたりとか。しようかなって。失敗したとかじゃなくて。でも体重で野田さんボクシングやってる。あ、本当ですか。じゃあ、僕ずっとやってないんで。あ、でも、ね、でも階級が全然違うから。ムエタイ。ムエタイ。桑田社長キックボクシング。ボクシング、合唱まあ今ね、結論見えたどうでもね。いやでもなんかちょっと、なんか感慨深い、泣きそうですもん。ちょっとパッと会った時も痩せちゃってるから、これもまたさ、どちらかだけど会社が頑張ったら超順調で、逆にすごいですね。ちょっとその試合前で7キロ減量しないといけなかったので、それで今ちょっと水とかも、だからボクサーだったら分かると思うんですけど、水抜きとかも今してるから、明日の1時が計量なんで、まあ、今一番きついですね。そうで、計量してからはどんだけで食べたり取ったりするんだろう。むしろ逆にそこで5キロ6キロ戻せた方が試合は、まあ、逆に言うとなんでいいボクサーとかいい格闘家、じゃあ1時に減量してその足でお二人ってことですね。そうです。はい、じゃあお会計来ていただくんで、はい、いやなんだか久しぶりのご飯なのにお会計のご飯ですいません、もう唐揚げとかポテトしかないと思います。お会計のサプライズですか。じゃあそうです、そういうはい、はい、
はい、一応あのトラファミの子たちには安藤さん来ることは言ってないですね。あ、はい、みんなすごい楽しみだと思いますよ。いや最初秘密の企画ってなんだこんな話、はいはい、え、なんだと思いました。いや、なんかエロい話かなって。なんでなんですか。いや、なんか意外と考えるなんかエロい話をみんなで盛り上げてするのかなとか、はい、本当にあの小林さんと安藤さんがね、くしくもあの連続でこの人この日って来てくださるって言ったんで、もう あもうこの人たちでないと、だって今の大人じゃ話弾まないですからね。はい、なんでよかったなと思って、野田さん来るからいいわと思って。でも野田さんちょっと丸くなられたのは逆にそれは業績向上で野田さんね、もうああ、そうですね、今、いいシーンが今、もうね、まあ、コロナ太り、太りましたね、でもやっぱ、10キロとは言わないですね、ふわふわ太ってますね、そうですね、分かりますか、はい、なんかすいません、2年ぶりぐらいなんで、そうですよね、はい、そうですよね、安藤さんの記憶にある人って誰がいますか、もう小林さん、はい、も桑田さん、はい、あと、結構よく一緒にしたのは、七重ママ。あ、そうだね、はい、はい、意外と ね、はい、ね、僕と林さんと結構七重ママが出しキャラというか、はい、そうですね、途中までも多分集計だと思う、うん、はい、上位トップ3でしたよね、はい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 、結構出しちゃうっていう。なるほどね。いやでも年明けてから出ていただけるんですか。出ます。楽しみですね。すごいですね、はい、なんかあの今名前が出た人たちとでみんなでちょっと古い初期のメンバーで一回やりたいですよね。まあそれもいいです ね、うん、はい、よくあるコメントなんで書かれるんですよね、やっぱり、うんうん、あの初期メンバーでこの人たちであのやっぱり良かったわみたいな、うんうん、これ今新しい方々がっていうことじゃなくて、やっぱりね、うん、ずっと見てくださる人たちにとってみると、うんうん、安藤さんとずっと言ってる人気があるし、安藤さんもね、たまに出るから美味しいです。安藤さんだって出ただけでね、湧きますからね。それ狙ってますもんね。まあでもね、この間の僕大分初めて行ったんですけど、遠い、もう空港から野田さんの会社までもめっちゃ遠いですよね。そうですね、1時間20分ぐらいかかりました。見ました見ました、はい、はい、見ました。あ、外伝まで見ていただいてました。すごいありがたい。鳥に食べたってことですか。あ、そうそう、鳥に食べたってことですか。はい、見てますか。見てます、細かく。ありがとうございます。今回はいつまで行くんですか。今回は9日まで。あ、9日まで。え、短っ。7日に試合して、まあ、8日一応なんか怪我とかした時のリカバリーがあるので8日だけは様子見て9日に帰って。じゃあもう9ヶ月ぶりに帰ってきてそんなに、まあ、やっぱ事業費も向こうなのでやっぱりなるべく向こうにいた方が、まあ、今はちょっと、ムエタイの選手って30代半ばとかでもバリバリやられてるんですか。やっぱり結構やってます、ね、あ、そうなんですね、はい、今の現役の僕の階級のチャンピオンはセンチャイって41歳。 あ、そうなんですね。で、まあ、ブアカオって契約がありますから、もうまだ引退はしてないので。あ、ブアカオまだ引退してないんですか。はい、引退してないです、はい、結局多分その3分5ラウンドなんでマニアックな話ですけど、多分そんなになんていうんですか、そこまでボクシングほど体力が、でもまあでもね、バッキャーとかでもあのこの前のメイフェザーとかでも、はいはいはい、普通にあのラウンド数ボクシングこなせるんです、まあ、それに比べたら多分全然、あ、はい、寿命が長いんですね、はい、やっぱり寿命が長いんですね。そんなに僕よくあるんだってなってなことで、あの本当に皆さん本当最初に紹介しなきゃいけなかったんですけども、うん、あの初期の段階からずっとね出ていただいてて、あの安藤社長なんですけれども、タイが拠点なので、はい、ね、あのずっとコロナで帰ってこれなくて、あのでもずっと連絡を取り合ってたんですけども、ようやくお帰りになったので、その時にご共演していただいたお二人をお迎えしての、今日サプライズ企画でございました。多分年が明ければですね、また安藤さんも出ていただけると思いますので、楽しみにお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。